皆さんこんにちは、安子内です。Hello everyone, how are you?、皆さんどうですか?英語の勉強楽しんでますか?まあよく聞かれる質問に答えています。ここで私の経験に基づいて、まあぜひご活用ください。ということで今回の質問、雑談が苦手です。これ多いですね、本当にね。企業研修伺った時とかですね、あとは大学生、もうたくさんこの質問ね、されるんですけども、確かにそうですよね。よくね、まあ、自己紹介しましょう、日本を紹介しましょう、音楽やスポーツや世界共通の話題をしましょうって言うんですけど、それね、毎日毎日アメリカにいるとね、イギリスでもどこでもいいんですけど、毎日毎日同じメンツで話してると、音楽スポーツそれだけじゃ持たないですよね。毎日毎日同じような話をしてもね。でそこで私がお勧めするのは、雑談のネタとして時事問題を使うってことです。これはいいですよね、時事的なニュースを使うと便利です。もう誰もが耳にしているようなその時のニュースを使って自分の意見を述べる、相手の意見を聞き出す、ね、そしていろんな話をする、ね、それを私は皆さんにお勧めします、雑談盛り上げることができます、はい、でその流れなんですけども、まず話題の導入です、みんなで話しているとちょっと話すネタが尽きて、一瞬みんなが、ね、こう黙ってしまう瞬間があると思います。その時に、OK, everyone, by the way,、did you hear about なんとかってこと、なんとかのところに時事問題入れるわけですよ。OK,、I think なんとかなんとかってその時事問題について言うんですよ。What do you think, Toby? Oh, you think so? Oh, Jenny,、what do you think about it? って言ってこう回していくわけですよね。そうすると自分が中心にもなれるし、ね。トピックを導入した、まあ責任として自分の意見言ったり、みんなの意見を聞き出して回すっていうのも出てくると思う。まあでだん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 その自分の意見から相手の意見を聞き出すところから自由討議に移っていくような感じで場が盛り上がりますよね。こういった形で進めていくといいと思います。まあ by the way did you hear about 何々っていうのもいいと思うし、もうよくわかんない人は OK let's talk about 何々でいいと思いますよ。で、Did you hear that? 何々で、I think that, 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 that. What do you think about it? 誰々ってこう、みんなに語りかけてみるといいと思います。ぜひね、このパターン使ってください。私もよくこれね、ランチの時とか、ディナーの時とか、友達で集まった時に使ってます。じゃあ、例えば、集団免疫って何て言うでしょうか。Let's talk about 集団免疫、はい、集団免疫、 Let's talk about Herd immunity、ね、Herd immunity、 こういう単語知ってれば便利ですよね。まずここに導入していくことができるから、こういう時事英単語、まあ名詞だったらそんなに文脈なくてももうこれで覚えられるじゃないですか。で時事的なものっていうのは私たちの周りに文脈があるから覚えやすいんですよ。すごくその例文がなくても私たちの周り生きてるこの世界の中に文脈があるから、これね結構ね、俺買ったとかね、お前買った、下がった上がったってね、社会人はよくやる話なんですけど、仮想通貨、これなんて言うんでしょう。 OK everyone、here let's talk about cryptocurrency なんですよね。 cryptocurrency っていうのこれ便利ですよね。 OK let's talk about cryptocurrency、do you have any cryptocurrency? とかね、こうなんかこう喋ることができるわけじゃないですか。ね、No, I don't. みたいな。But I'm interested in it. ってこう、いろいろ。で、自分が詳しかったらそれ説明してあげると盛り上がるし。ね。はい。で、例えば、これは難しい。これは喋れないな、なかなか。あんまりこういう話にしたくないから。ごめんなさい。これはあんまり良くなかったけど。OK. Let's talk about 縦割り行政。Bureaucratic sectionalism。あんまりこれ話したくないですね。こんな話はしたくない。ね、まあ、でも知っといて損することはないと思うんで、ね、知っておくと。でもこういう、単語をちょっと知ってるだけで話は尽きないし、雑談のネタがなくなるっていうことはなくなりますよね。だこういう時事英単語っていうのは知ってて損することないんで、たくさん覚えておきましょうということで、今日は3つ覚えていただきましたけども、まあ、ぜひ使ってください。いいですか ?Let's talk about 何々。Did you hear about 何々?っていうのを使えば、そこに導入していくことができますってことでした。Thank you very much for watching. Remember, practice makes perfect.